でも、いいプレゼントね。ありがとう。チュチュ様、お誕生日おめでとうございます。今日はチュチュさんのためにみんなでプレゼントをご用意したんです。きっと気に入ると思うな。はい、これ。 Thank you。 中身は一体何かしら。これはアイマスク？はい、しかもスチーム機能付き。これならチュチュ様の疲れた目をきっと癒してくれるはずです。デザインも可愛いやつにしといたからな。ほら、前つけてた黒猫のアイマスク気に入ってただろ。別にそういうわけじゃ。でもいいプレゼントね。ありがとう。もしかして照れてんのか？チュチュー。照れてない。その変な呼び方もやめて。それでチュチュ様に一つお願いがあるのですが。お、いいわ、言ってみなさい。そのアイマスクをつけたチュチュ様の写真を撮らせてほしいんです。おっ、絶対に嫌。そんな固いこと言うなって。パレオめちゃくちゃ一生懸命プレゼント選んでたんだぜ。私も見てみたいな、なんて。ううん、それにほら、つけ心地とかも確かめないといけないし。何をみんなして。しょうがないわね。一枚だけよ。誰かに見せたりしたら承知しないから。もちろんです。それじゃあ早速撮りますね。いきますよ。チュチュちゃん、こんにちは。お邪魔します。何しに来たの？悪いけどこっちは忙しいのよ。あなた今日が誕生日でしょ？そうだけど、それがどうかした？実はね、じゃーん、猫ちゃんのマグカップ。な、何急に。ごめんごめん、チュチュちゃんの誕生日だからユキナ先輩と一緒に選んだんだ。気に入ってくれるといいんだけど。猫の可愛さが存分に現れているマグカップだと思うわ。確かに可愛いマグカップね。無駄にするのもなんだし、一応受け取るけど。だからって私はこれからもポピパとロゼリアを。うんうん、分かってる分かってる。これからも仲良くしようね。